ABEMA TV は開局から5周年を迎えました。このシャトーアメーバも、スタジオとして5年間継続して利用してきましたが、設備更新の時期になりました。これまで運用してきたスイッチャーは運用の安定性と堅牢性について課題がありました。ケールスの仕様を見たときに、我々が一番欲しかった、堅牢性と、あとレイヤーを自由に組むことができる、その2点が、フィーチャーされていたので、導入の検討を開始したというところになります。決め手はやはり GPU の許す限りシーンを組むことができるというのが最大の魅力でした。これまでは8つが上限というところではあったんですけれども、番組の演出上を、もう全然8つじゃ収まらないということが多々ありまして、その問題を一気にクリアできるというのがケイロスの一番の魅力だったと思います。想像以上だったのはやっぱりマルチビューの使い方ですね。マルチビューのサイズをすごく小さくしても視認性が高くできるというので、おお、ここまでできるんだっていうのは思いましたね。現場でもやっぱり評判がすごく良くて、アベマの運用にとても合致しているところになります。インプット数が増えるイコールその分画面構築も増えてくるので、やっぱりケイロスならではのその数の対応度っていうのは非常に高いですね。今多分インプットが24ソースあるんですけども、ほぼほぼ使っている状態にはなってます。自分たちの作りたい画面構成が、ケイロスの導入によりその叶えられるっていうところが一番大きいですね。やっぱり新しい最先端のものをいじるっていうのは技術者としては非常にありがたいところでありますね。やっぱりよくあるのが、本番中にやっぱこういう画面構成1個作れないかとかっていうのがあった時に、やっぱクリエイターとそのスイッチャー側っていうのがある意味分業になってるので、本番やりながら、リアルに走ってる中で新しいことを例えば追加したいってなった時に対応できるっていうところですかね。SDI と IP が混在して、でさらに時間をかけて IP になっていくっていう、もう5年じゃ済まない過渡期が今ずっと始まってる中で、本当に長く付き合ってきたくて、ケイロスで、すでに運用している NDI で IP というところの入り口には立ってるんですけれども、それとはまた全く違うシンプティに対応するためにはやっぱり時間がかかる。で、これまでも NDI を使ってリモートプロダクションのテストをしてきました。これまでの経験を生かしてSDI、NDI、シンプティ、ハイブリッドに組み合わせたものでリモートプロダクションの実証実験ができるんではないかというふうに思っています。パナソニックの方にスタジオで実際に番組を作っている姿を何度も見てもらいました。導入してからも何度も来ていただいて、実際に番組がスムーズに進んでいることを確認していただいて、でそこで発生した課題に関しても真摯に取り組んでいただいて、そういう形の長い付き合いをしていくというところが、現場に寄り添って、一緒に、アベマを良くしていこうという形に思っています。それって、アベマのアプリも同じで、そういうふうにこうお互い寄り添いながら新しい未来のテレビのアベマを作っていければというふうに思っています。Panasonic Business